町金金の星は日本の競争は中央競馬でアメリカジョッキークラブカップアルゼンチン共和国媒を制した。引退後は種ボバとなる。愛称は町金、金太郎。以降、バレエはすべて旧表記を用いる。1998年11月、岡部幸大瀬に東京競馬場。 芝1800メートルの新馬戦で上がりがり3ハロン33.8秒の末、足を繰り出し解消した。その後、ダートでの一敗を挟んで、GI 競争の朝日杯3歳ステークスに挑戦して4着で、入戦、年末のラジオ短波杯3歳ステークスでも2着に、入った。4歳時には芝千4 0 0から1800メートルの距離で6レースに出走した。 出走すると人気を集めるものの最高着順は4着といったレースが続いたが、年末のアクアラインステークスで1勝を挙げた。コバになってからは路線を変更して2000メートル以上の距離を中心に使われることになる。年明け初戦のアメリカジョッキークラブカップでは上がり3、ハロン34.0秒と持ち味の差し足を見せ勝利し、重賞初勝利となった。 このレースの内容を高く評価した陣営は、外戦門賞への出走を表明し出走登録を行ったが、自走のメグロ記念で2着、続く宝塚記念でも4番人気の11着と、敗れ、外戦門賞への出走は断念された。秋には、毎日王冠で8着に敗れるも、アルゼンチン共和国売では先行抜け出しを決めて、重賞2勝目を飾る。その後は、 ジャパンカップ6着、有馬記念12着でシーズンを終えた。2001年は日経賞から指導し2着となり、自走では NHK マイルカップ以来の出走となるマイル戦を選択して安田記念に挑戦した。しかし18頭立てで17着と大敗し、長期休養に入った。休養後は2002年1月のアメリカジョッキークラブカップで復帰し5着。 自創の京都記念で2着となるが、以降は4創して、連帯を果たすことなく、2桁着順に回と制裁を書き、札幌記念16着を最後に引退して、種ボバ入りした。父は、アメリカ三冠馬のシアトルスルー、母は、アリシーバの全妹という両血の本馬は、種ボバとなったが、種付け数は少なく苦戦が続いていた。2007年秋に2003年から、 つなぎ用されていた幅日高軽手場、農協門別手馬場から需要の低下を理由に新生ファームに移動している。2012年10月に用途変更の処置が取られた。重症レースを制しているにもかかわらず功労馬つなぎ、用展示事業の対象馬になっておらず、新生ファームを出されてからの消息は不明である。中央競馬では2008年7月20日に手ベンが 函館競馬場で行われた3歳未勝利戦を制して初勝利を挙げている。ありがとうございます。